フレイは北欧神話の神。フレイヤの双子の二位。神々の中で最も美しい美目修霊な法上の神として非常に崇拝された。名前、フレイとは、主を意味し、別名とされるユングビが本名である。スウェーデン最初の王家は彼の子孫とされ、ユングリング家を名乗っている。また、コエッタのロキの口論第43連では、イングナフレイと呼びかけられている。 他に、フロージという別名を持ち、彼が北欧を支配した豊かで平和な時代が、フロージの平和と呼ばれる。デンマークにいたとされ、声歌のグロッティの歌などに登場するフロージ王は、その知性がフロージの平和と言われており、この王はフレイが伝説の中で人間の王に変化した姿だと考えられている。フロージと呼ばれる王はデンマークに他にもおり、 その名前は平和と法上に恵まれた王への称号と考えられる。彼の正式な名前は、ユングビ・フレイン・フロージ、あるいは本名を略して、フレイン・フロディだと考えられている。なお、日本語訳により、フロージとフロディの表記が見られるが、同一の名前である。フレイはまた妖精の支配者とされ、神々から妖精の国、アルフヘイムを送られたとされている。妹は、 愛の女神フレイヤ。父は渡つみにょるず。母はニョルズの妹、または巨人女性のスカジ。妻は巨人のゲルズ。息子はフィヨルニル。召使いにスキールニル。妖精のビュグビルとベーラ。妖精国アルフヘイム、コエッタのグリームニルの歌第五ツラネで、フレイに最初の歯が生えたお祝いに贈られたと書かれている。グリンブルスティキニロの毛をしたいのシし。 ギュレビタブラカシ第49章ではフレイは、このイノシシに引かせた車で、バルドルの葬儀に行く。スキーズブラズニル伸縮自在の魔法の船。普段は折りたたまれているが、広げると紙全員を乗せられるほど大きくなる。ブローズグホービウマ。地にまみれたズめの胃。ゲルズに求婚するために、スキールニルに与えた馬と同一の馬かは、はっきりしない。県形状は、 飾りが彫られた細身の剣。使い手が正しいものであれば、使い手の元を離れて、巨人族と戦う。異文によれば、勝利の剣と呼ばれ、ドベルグの単やシベルンドが作った剣とされる。切り裂けないものはなく、葉の輝きは太陽にも劣らないという。フレーとケルズを表したレリーフと言われている。ギルビタブラ歌詞、第37章及び、スキールニルの歌は、 一目ぼれした巨人の女性、ゲルズを手に入れるため、召使い、スキールニルを巨人の国に使わせ、その褒美として自分の持つ勝利の剣を手放す経緯を語っている。スキールニルでは、スキールニルに暗い揺らめく炎も超えられる馬も与えており、そのためスキールニルは、ゲルズの館を囲む炎を乗り越えることができた。この時フレイが手放した剣は、愚かなものが持てば生倉だが、 正しいものが持てば一人でに戦う、と言われていた。勝利の剣は、俗称で、固有名詞は不明であるが、霊馬園という剣と、同一視されることがある。また、勝利の剣を手放したことが原因で、ラグナロクの際、鹿の角で戦うことになり、ムスペルヘームから来たするとに破れることとなる。なお、ロキの口論において、フレイはロキから、 ゲルズを黄金で買った上に剣をやってしまい、ミュルクビズを越えて、ムスペルのコラが来たらどうやって戦うのかとなじられている。これは、ミコの予言やギルビデの説明と異なっている。スキールニルに褒美に与えた勝利の剣がその後どうなったかは不明であるが、次のような推測がある。まず、イギリスの著述家ドナルド・ A ・マッケンジーは、様々な伝承を、主者選択し物語仕立てにして、 北欧神話を紹介するその著書、北欧のロマンゲルマン神話において、父、ギュミルに、勝利の剣を渡せば、花嫁になると、ゲルズがスキール・ニールに申し出たことから、彼女との交換のため、フレイがギュミルへ勝利の剣を手渡すという経緯を、書いている。また、アイスランドの研究者、シーグルズル・ノルダルは、その著書、巫女の予言へった思考定本において、勝利の剣が、スルトの手に渡り、 するとが、自身の炎の剣と共にその剣を携えてくる、可能性も示唆している。ただしするとに剣が渡る経緯には、触れていない。ノルダルはさらに、失われた伝承として、昔話でよくある、だけがを殺しうるというパターンが触れと、その剣にもあったのではないかという推測を述べている。なお、ギュルビタブラカシ、第37章では、ラグナロクに先立って、鹿の角で、 巨人ベリを倒したことがあると伝えている。このためフレイはベリの殺しでと呼ばれることがある。ユングリング家の佐賀第四章によると、フレイはバン神族出身でアース親族との戦争の終了後に人質として父と共にアースガルズに移り住んだという。アースガルズニクルと王のオーディンから父と共に犠牲祭の祭祀を任ぜられた。 彼が三代目のスウェーデン王になると、その知性は、豊作が続いて、フロディの平和と呼ばれた。彼の本名、ユングビがその民族では、名誉あるなとされたため、冒頭に述べた通り、子孫が、ユングリング家を名乗ることとなった。彼は、ガムラウプサラに神殿を建て、税金と動産をそこへ集めた。彼の死後、有力者らは塚に遺体を治め、民には、 王がまだ生きていると教えて、取り立てた税金を塚の中に入れた。そうしていた三年の間も、平和と豊作が続いた、と伝えられている。偶像では巨根を持つ神として形作られ、フレイヤと同じく子孫繁栄の願いを繁栄していると言われる。フレイにとって、聖獣物とされたのが、イノシシや豚、馬であった。イノシシと豚は多産であったためバナ神族のフレイヤ、 フレイヤに気に入られ、二人はイノシシに乗って移動することがあった。またフレイヤが、が豚と呼ばれることもあった。北欧のユールの祭りにはフレイヤの生贄として豚が欠かせなかったが、現代のクリスマスにおいても豚の形のお菓子が付き物になっている。また、リヒャルトワーグナーによる学劇神々の黄昏において神々に動物を犠牲に捧げる指示が出される場面では、 フローに捧げられるのはイノシシである。馬については、フラブンケルの佐賀に、フレーを信仰する男が、フレーファクシと呼ばれるお馬を大事にするエピソードがある。ボバの正紀のたくましさが、法上や、多山のシンボルとされた例もあり、ベルシの話には、切断したお馬の正紀を保存した、ベルシで家族を祝福する様子が書かれている。彼の別名には他に、イングワズがあり、短縮して、 イングとも言われる。イングワズはタキトゥスのゲルマニアに書かれたイングベオネス族にまで遡るなとされている。ありがとうございます。